こんにちは、ののこです。今回は映える夏服カジュアルコーデをご紹介していきます。厳しい暑さの日も多くなってきましたよね。そんな夏に涼やかでリラックスできるカジュアルコーデ、それでは早速紹介していきましょう。まずはこちら、この夏トレンドのレイヤードスタイルですが、キャミソールでのアレンジは新しさもあって、いつもの1枚にプラスするだけでかなり今っぽさが出せます。華奢なストラップが女性らしさも演出してくれて、これ実は伸びもいいので肩への負担も少ないんですよね。横から見てもこの辺りからふわっと広がるシルエットなので、気になるお腹周りもすっぽり隠してくれる体型カバーも OK なアイテムです。そしてこの後ろなんですけど、このリボンでこの絞りを調整することができて、自分の好きなシルエットに見せれるのもポイントです。でこの素材は凸凹感のある表情豊かなシャガード素材で、見た目も涼しげなんですけど、例えば秋にロンティーと合わせて着てみたり、カーディガンを羽織ってみたり、あと冬にはニットに合わせてみてもしっかりおしゃれに見えるアイテムなので、実は一年中活躍してくれます。トレンド感も取り入れつつ体型カバーまで叶う、そして一年中使えるマスターアイテムです。そして次はこちら、まずシワ素材が涼しげで夏にぴったりのカーディガンです。シワになりにくいので夏の冷房対策としても1枚持っておきたいですよね。このショート丈と大きめのロゴデザインが今っぽい雰囲気を演出してくれてます。プルオーバーとしても着れて、前後2ウェイで幅広い着こなしもできる使い勝手のいいデザインとなってます。そしてショート丈なのでワンピースとも相性がいいですよね。そして次はこちらのシアーチェックスカート。このバイアスチェックのデザインが大人っぽく見せてくれますし、落ち感のあるシルエットなので緩めのトップスをアウトできたり、ジレスタイルで合わせても決まりますよね。このウエストの後ろはゴムになっているのでシア感のある素材ですし、真夏でも軽く楽に涼しく着ていただけるアイテムです。こちらのシアーチェックスカート、黒のワントーンで合わせるとこんなイメージになります。こちらも大人っぽくていいですよね。そして次はこちら、大人気ロゴトップスの新作です。おしゃれなロゴデザインにこの短めの丈感がポイントです。カジュアルの定番アイテムですが、丈が短くなるだけでおしゃれ度もアップしてくれるアイテムですよね。そして次はこちら、肩スリットトップスです。私こういうの多いし可愛いですよね。肩のところにスリットが入ってますが、そこまで肌も見えすぎないのでヘルシーな印象にしてくれるトップスです。そして最後はこちら、トレンドの表面感のあるポコポコトップスです。ちょっと早口言葉みたいですね。ポコポコトップス、ポコポコトップス。さっと着て決まりやすい着丈で、袖も二の腕もカバーのこの丈感、素材も柔らかいのでパンツと合わせてインしてもスカートと合わせてもカジュアルに決まりますね。はい、今回は5つのアイテムをご紹介させていただきました。カラーバリエーションだったり着回しだったり、紹介しきれなかった部分もホームページの方に記載してますので、是非ご覧になってください。またお近くのお水でもご試着をお楽しみください。それでは、ののこでした。